予選参加4050校8万1000人の高校生イレブンが憧れと羨望の眼差しで見つめる決勝戦、ついに高校サッカー日本一を決める日がやってきました。33歳監督11年目の布圭一郎監督率いる千葉県代表船橋市立船橋高校、初優勝を狙います。40歳名将小沼監督の後を引き継いで2年目荒谷守監督のもと、戦後最多7回目の優勝に王手をかけた東京代表の帝京高校。さあ田島さん、はい、攻めの市立船橋ブルーのユニフォームです、はい、そして守りの帝京、まあ、こんな図式になるとは思いますが、そうですね、特に、森崎君中心としてリスタートコーナーキック、はい、素晴らしいものを持ってますね。かなり練習していると聞いていますけれども、はい、こういうリスタートプレーを何本取れるか、この辺が市立船橋の鍵になると思いますね。一方黄色いユニフォーム、もうこの国立競技場常連と言っていいでしょう。決勝戦では負けがありません、東京代表の帝京高校です。その試合前、さあ今4050校の頂点に立つべく高校サッカー日本一を目指して前半の40分が始まりました。ウィーンエンドを取った黄色いユニフォームが東京代表の帝京高校、一方左にエンドを取りましたブルーのユニフォームが千葉県代表の船橋市立船橋高等学校です。中盤でのボールの競り合いです。スタンドはもう大勢の人が詰めかけました。日曜日の東京、天気は快晴。スローイングラウンダーで高津田、振り向いてシュート打てるか、後ろ向きだ、細かいパスをつないでいきます。ゴール前ではさあシュート抜けるか、抜けるか、シュート、キーパーよく出ました。伊藤隆一ナイスセーブです。8番の厚田のシュート。それでは市立船橋高校の勝ち上がり、ここまで決勝戦までの戦いぶりをご覧いただきましょう。1回戦熊本農業4対0、作陽に6対1、3回戦はシード校である福岡の東福岡を2対0、そして準々決勝は宮崎工業に3対0、そして昨日は奈良育英高校を3対0とこの国立競技場で下しました。なんと18得点、シュートの本数が82本、素晴らしい攻撃力を持っております市立船橋高校。しかし帝京が抜けた。さあここで折り返せるか、中崎が折り返してペナルティーエリアの中、一回外に出る、向こう側逆サイド、あっとボレーシュート、ここはハンドです。サッカーはフィールドプレーヤーは手でボールを扱えません。10番の中崎雄一がハンドリングの反則でした。今井さん、はい、帝京高校の小沼部長が、今日ね、都大会の決勝以来だと思うんですが、久しぶりに選手の前で話をしました、はい、それは選手権の決勝戦で負けないポイントを教えてやろうと、うん、それは簡単だと、うん、負けなければいいんだと、勝とうとするなということを言っていますね。で最後にね、はい、俺は金メダルばっかり持ってるから銀も1個ぐらいあってもいいよと言いましたら、選手がニコッとしてグラウンドに出てきたんです。あ、そうですか。その質問を野監督にしましたら、勝つと負けるとでは大きな違いだと同じような答えが返ってきました。勝つことによってそのこれから その高校生が育っていくための大人になってから逆境に立った時に、あの時はこれだけできたんだ、優勝したんだ、日本一になったんだというのが自信になる、そのためにやっぱり勝たなくてはいけないんだということを言っておりました。さあその一塁チャンスだ、シュート、右足どうか、おっとキーパーナイス、もう一回シュート、もう渡していた、ナイスキーパー、伊丹素晴らしいプレーだ。しかしそれまでの一塁のそのつなぎがですね、見事でしたね、はい、左からの崩しが、いやーすごい、はい、ダイレクトパスがですね5本6本とつながったんですけど、しかしここはよく抑えましたね、キーパー。これはもう伊丹の好セーブを褒めましょう。そうですね、素晴らしい17番の伊丹、帝京のキーパー、前半2本目のコーナーキックになります。市立船橋バックエットでつないで、さあシュートは振り向いて右足のシュート、あーっと流れた。これが19番の北島、1年生ながら5得点をマーク。この北島は12月の23日の帝京との練習試合、その時にいい活躍をしたので急遽登録しました。それが北島です。1年生がこれだけ化けるとは、そうですね、宇野監督も思ってなかったようでね、大したものですよね、1年で5得点ですからね、はい、この大会で5点を挙げているのは帝京の9番の松並、そして市立船橋の10番の森崎と19番の北島、この3人が得点王争い。さて誰がこの決勝戦でゴールを挙げるのか。
放送席一船電機です、はい、まあ、今あの一船と帝京が練習試合が多いということを言いましたが、はい、まあ、本当にあの武野監督にとりましてこの帝京は選手の時も指導者になってからも憧れであった、そことファイナルができてとても嬉しい、まあ、年間数多くの練習試合をさせてもらって恩を返す意味でも胸を借りたい、そして3年前準決勝で対戦しましたよね、はい、3年前の借りを返すという気持ちには選手はなってほしくないなということも言っておりました。そうですね、前半の25分経過0対0、3年前というのはこの今グラウンドに散っているブルーのユニフォームの選手たちはまだその選手として活躍しておりませんでした。したがってその時のことを知っているのは監督の私だけなんで、選手に余計なことを考えてほしくない、とにかく自分たちが普段やっているサッカーをしてほしい、そうすれば結果というのはおのずからついてくるものであると言っておりました。ベンチ控えの選手茶野です。まもなく前半の30分が経過します。0対0、さあ一村チャンスだ、スルーパス通ったか、北島振り向いてシュートは打てません。この辺のディフェンスはすごい、中崎。だからコーナーになったらもっと怖いですからね。本当ですね、さあコーナーキック、前半これで3本目になります。もう完全に今のショートコーナーですぐ蹴ると中に入れてくると思ってますから、2対1で帝京のようにこう崩しても面白いと思うんですけどね。はい、離れましたね。前前、うわー、あー入った、ダイレクトで入れました、森崎。前半の30分、前半の30分、市立船橋が先制のゴールです。バックヘッド6番の森崎、いやもう絵に描いたような、あ10番の森崎です。森崎です、やりました ね、 ね、これで得点をですね、現在6点。そうですね、はい、いや難しいシュートですけどね、はい、いやいいボールですよこれ、いいボールですよ本当に。これはバックヘッドでそのままいっちゃいましたね、これは素晴らしいゴールだ。もう入るときはあそこしかないっていう感じのところに入りました ね、 ね、前半の30分均衡を破れました、市立船橋が先制のゴール、森崎義満。森崎義行、さあどうだ、これもヘディングシュート、ゴール、立て続け、立て続けです、これが7点目。いや今森崎7点目、ね、森崎義行7点目、ヘディングシュート、こう打つべきだっていうようなお手本のようなシュートですね。素晴らしいゴールです。エンド変わりました、左にエンドを取った黄色いユニフォームが帝京、2点を追います。そして右にエンドを取ったブルーのユニフォームが市立船橋高校、追加点を取れますかどうか。後半の立ち上がりです。さあまたペナルティエリア内に入っていったぞ、一旦戻してここからシュート打てるか、シュート、シュート、あ、スリーともダメだ、もう一回森崎。いきなりでしたね、本当にいきなり来ましたね、市立船橋高校。本当次の1点というのはものすごい大きな意味持ちますからね、はい、市立船橋もう1点取ればこれも決まると言っていいと思うんですけどね、はい、逆に帝京の方はとりあえず先にまず点取ることですね。その帝京早く1点が欲しい、2対0と市立船橋が2点をリード。後半に入ってまだ両チーム得点なし、前半の30分と31分、立て続けに10番の森崎のシュートが決まりました。森崎義行のこの大会7得点目。いいパスだ、さあスルーパスになった、シュートは浮かした、どうだ、ゴール。8分後半、北島も6点目。北島もこの大会1年生ながら6点目。今3対0、森崎君、6番の森崎君、非常にいいスルーパス出しましたね。はい、中盤はやっぱり中盤でのプレッシャーが ね、早いんですよ。だから今の帝京も攻めようとした時、取られた時にその取られてカウンターすぐ ね、いいパスが出ましたね、スルーパスが。これも落ち着いてますよね。本当ですね、憎いくらい落ち着いてますね、1年生ですよ。前田君はああいうシュート得意ですけどねなるほど、関東同士、それも千葉と東京の決勝戦、これは73回の歴史の中で初めての出来事、千葉と東京の決勝戦です。人気のチーム同士の対戦とありまして、国立競技場は大勢の観衆が詰めかけております。森崎から細かいパスをつないで、さあシュート、左足どうか、入った入った、ゴール。鈴木挑む、後半の26分、4対0、市立船橋追加点。
8番の鈴木挑むこの大会初得点。いや今素晴らしい森崎君のいいタイミングですよね、ショートパスですけどね、それを鈴木君すぐ縦にトラップしてね、帝京の川瀬君がそのカバーリングできないような、ねポジションに入りましたね。ここですけども、このボール、ここすぐ縦に入ってたんでね、もう一気にゴールに行きましたね、はい、ちょっともういいようにやられてしまってるというかね。本当ですね、とにかくもう開き直ってね、とにかく1点、ね、やっぱり取ってほしいですね、この今森崎が引きつけてね、そっと出した時あのパスとかいいですね、はい、得点は4対0と市立船橋高校が4点をリード。この全国高校サッカー選手権では15年前帝京対韮崎という決勝戦がありましたが、この時は4対0帝京が大差をつけて優勝しました。その2年前53年には帝京と四日市中央工業の決勝戦があって、この時は5対0いずれも大差で帝京が優勝を決めておりますが、今日この73回の決勝戦は全く逆の立場。さあ5点目だ森崎今日ハットトリック、決勝戦でハットトリック、森崎のハットトリックは今度は右足でした。8得点はこの大会の得点王。5対0、森崎の3つ目のゴールです。ここから折り返して今度は右足のボレーでした。5対0、いいタイミングで中に入れてますよね。そうですね、本当にディフェンダーが戻りきらないうちにキーパーとディフェンスの間一番嫌なんですけどね、そこに入ってきますから、はい、ゴールキーパーもああいう形でしか触れなかったですね。千葉県勢の優勝というのは習志野高校が過去2回記録しております。昭和41年と47年、まだ関西で大阪で行われている時代のことでした。この首都圏の開催になって千葉の優勝というのはありません。市立船橋高校が千葉の代表として3回目の優勝を飾る瞬間が刻々と近づいてまいりました。千葉の優勝は23年ぶり。この瞬間に市立船橋高校初優勝が決まりました。5対0という大差をつけて初優勝の市立船橋高校、本当に素晴らしい優勝です。一方東京の帝京高校、この決勝戦で敗れたことのないという神話が今日この日1月8日崩れ去りました。千葉の代表の優勝は23年ぶり、昭和47年の習志野高校以来という久々の優勝です。